はいどうもこんにちは、おもチャンネルです。さあ今回ね、はいこちら見ていきましょう。はい、登場しちゃいました。今回はですね、プラレールの500タイプエヴァの2号機ですね。はい、こちらちょっと見ていきたいと思いますが、もうこれ皆さんご存知の通りね、はい、500タイプエヴァといえばもうこの初号機がねイメージ強いんですけども、今回は2号機ですね、アスカバージョンと言っていいでしょうかね。こちらがね、まあ登場いたしました。またね、なんかかっこよさげのね車両ですよね。で実際にこれ運行はされてないですよね。500系にねこうラッピングされてね走行してたわけじゃないんですけど、今回はまあプラレールとあとシンカリオンですね、まあ、そちらとまあちょっとコラボしてね登場ですね。ちなみに車両としては京都の鉄博ですね、鉄道博物館に、まあ、先頭車だけになるんですけども、まあ、ラッピングでね展示されております。ちょっと先日ね息子と見に行ってきたんですけど、こんな感じで、ね、まあ、非常にかっこいい車両がね展示されてるんで、もし気になる方はねお近くの方いらっしゃいましたらちょっと行ってみてください。開催期間は、いつまでだったかなちょっと忘れましたんで字幕入れときますね。さあさあそれではね、まあ、今回はねプラレールの車両が登場ということで、では見ていきましょう。2号機ですね、まあ、初号機の紫と違って2号機はこれ赤色がねメインカラーになってる、まあ、赤というかもうオレンジっぽい感じになるのかな。で今回はまあ特別なねこの箱になってますよね、縦型の箱ですね。でここねイラスト書かれてます。実際の先頭車のね車両もここ窓から見えてますね。パッケージの感じは本当500タイプエヴァの初号機とまあ同じような感じのデザインかなと思いますね。こっち初号機のねイメージが書いてたんですけど、こちらは2号機のイメージが描かれてますね。あーかっこいいね。でちょっと注意書きに書いてあるんですけど、本商品はシンカリオンに変形しませんって書かれておりますが、まあ、こちらにシンカリオンも同時に発売されてるんで、またそれは後日ね紹介したいと思います。変形すると思って買っちゃう人いるかもしれないんで、多分この注意書きがあるんじゃないかなと。で、これね初号機はライト付きだったんですけど、今回の2号機はライト付きではございません。でも多分初号機のライト付きのシャーシー入れると光ると思うんで、その辺とかもやっていきますね。であとはパッパーっとこんな感じで、まあ一応ねこうねシンカリオンが別売りとかいろいろ書いてまして、電池は炭酸電池ですね。でパッケージの他の面、そこは電池の入れ方、側面は実際の車両の写真ですね、かっこいいね。で上の部分も同じような感じで、こちらの側面ね、あここに説明書いてますね。02号機の説明が書いてありますね。もし気になる方はちょっとここで停止ボタンを押してね、この文字読んでみてください。で、箱の背面ですが、まあ、こちらもね、電池の入れ方とか遊び方、注意書きがね、載ってますね。さあさあ、それではね、お待たせいたしました。では、開けて車両の方チェックしていきましょう。ね。さあ、どうなっているんでしょうか。おっと、綺麗に開けないとね。まあ、初号機は結構いっぱいね、言っても最近ね割と普通に買えたりするんで出回ってるんですけど、この2号機もどうなんでしょうね。しっかりと数は出回ってほしいかなと思いますね。やっぱ欲しい人はやっぱ欲しいんでね。ではでは行きましょう。まず上にこれ先頭車が入ってて、下にヨトトトトトと入ってきたよ、中間車と後尾車が入っております。まあ中身はね、はいこんな感じになってるんで、さあじゃあ先頭車の方から行きましょうかね。出していきましょう。ちょっとここざっくりと切った方がいいね、これね。さあ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 、それでは先頭車ね、会いましょう。なかなかかっこいいね。おお素晴らしい。どんな感じの仕上がりになっているんでしょうかと。うん、いいねいいねいいね。あなんかこのラッピングの感じがなんだろう、何でしょう何でしょう、なんか不思議なあれですね。質感が結構ごめんなさい、表現悪かったらごめんなさいね、粗いなんか結構なんかザラつきがあるような感じですね。おーあーこうなってるんだ、だから艶がねちょっとこう控えめになってるの、結構ねツルツルかなと思ったんですけど、そこそこなんかザラザラな感じですね。でちょっとね見ていきたいと思います。まずちょっと全体いきましょうね、ざっくりと。はいこんな感じですね。まあとにかくもうパッと見の印象はですね、もうめちゃめちゃねかっこいい仕上がりになってるんじゃないかなと思いますね。鉄箔で見たなんか車両の迫力を思い出しますね。で顔の部分ですが、はいこうなっておりまして、運転席周りはクリアパーツに、この辺りはグレーの塗装が入ってますね。塗り分けは非常に丁寧かなと。でヘッドライトのところはクリアパーツなので、おそらくまあライト月の写真ベルトに光ると思います。それはね後ほど試してみます ねで、あまあこの辺とかねデザインほんとかっこいいですね。で側面見てみるとこうなっていまして、まあラッピングね、まあ2号機らしいというかエヴァらしいね、そんな感じのデザインになってますね。これほんとね実際の車両でちょっと走ってほしいね。なんかね1週間限定とかでもいいから、まあ多分お金めっちゃかかっちゃうんでしょうけどね、いろんな大人の事情があってね。いやーでもこれ走ってほしいな、見てみたいですね実際の走行ね。うん
で後ろ連結の部分ですが、この面はまあシンプルですね、こうなってまして、で反対側の側面ですが、はい、こちら側もこんな感じ、ラッピングしっかりと施されてます。で上から見てみると、はい、こうなってます。で一応あれですね、動力の表記は、オフオンハイになってるんで2段階になってますね。チャーシも2段階なのかなぽいかな、うん。でそこの部分ですが、はい、こんな感じになってまして、動力はまあ乗せ替え OK のチャーシですね。よし、じゃあちょっとまあとりあえず電池入れましょうかね。電池入れましょう。はい、プラスドライバーで緩めまして、はい、パカッと取ります。で動力はこちらのタイプですね。で電池は単三電池1本、毎朝ね進行方向に向けて装着。でもこの段階でちょっと、ね、試しましょう。どうでしょう、電源の方は。あ、しっかり走りますね。で1段階2段階なのかなね。シャーシ自体は2段階ですね、速度は2段階になってます。じゃあ一応ボディ先にねつけておきましょう。よし、ではではネジ締めまして、で、あとちょっと変えるんで軽めに締めておきます。一応もう一度チェックね。ノーマルの速度がこれぐらいで、高速モードがこれぐらいですね。はい、まあ動作の方はもうバッチリです。じゃあちょっと初号機と並べましょうか。はい、初号機ね、横に並べてみるとこんな感じです。まあもうちょっとこう比べてみるとね、本当わかるんですけど、このね、ツルツル感だと思ってたんですよ。塗装のこのラッピングの感じがね。じゃあ結構ね、なんかそこそこザラザラしてるんですよ。多分これね、もう動画にも伝わると思うんですよね、このね、サラサラ感、ザラザラ感っていうのかな。ね、だからこれが、まあ、わざとこういう風な仕上げなのか、まあ、いろんなこの塗料の関係とかね、製造工程のあれなのかは分かりませんけど、まあ、今回はこんな感じですね。てか、まあ、初号機と2号機、まあ、どちらもね、やっぱ、かっこいいね。どっちが皆さん好みかな。僕ね、これちょっとコートつけがたいんですよね。正直、どっちもかっこいいですけど、まあ、ベタに言うとね、やっぱ初号機の方が、かっこいいかなとも思っちゃったりもするんですけど、ね、いや、難しいところですよね。あ、でもここの窓の内側の塗りとかがちょっと甘いかな。厳しく言っちゃうとね。うん。こっちとか結構しっかりと紫に塗られてたりするんで、多分ラッピングのあれですよね、もう完全に作業の工程の違いだと思います。この質感から言うとね、まあ初号機とね2号機並べるとこんな感じになっておりました。じゃあちょっと電池を入れて、まあヘッドライト光るかどうかいきましょうかね。まあおそらく絶対光ると思うんですけど、よいしょね、初号機の方を開けまして、こちらはライト付きの、ね、シャーシになっておりますので、はい、こんな感じですね。一応ライトはオレンジです。オレンジに光ります。白色 LED はないタイプね。ちなみに初号機で光らすと、はい、こんな感じの光ですが、まあもう多分ね大丈夫だと思いますけども、こちらも光らしておきましょう。走行なんかあれだから光らしましょうかね。2号機の方を光らして走らせようかな。光ったらの話ですけど、まあ光るんでしょうけど、はい、入れ替えてみるとこんな感じで、おお、光ったね、ちゃんと光りました。あ、ちょっとここから光がなんか漏れてますね、運転席のところね。これ初号機も光漏れてたから、そことかちょっと見てなかったんで、一回だけちょっと確認させてください。はい、ちょっともう一回初号機戻してライトオープン。あ、初号機はね、ここのね光漏れてないんですよ、ここの部分ね、運転席のところ。うん、あれかな、シャーシの作りが、あ、違うね、内側から見ると違うんで、なんかやっぱちょっと結構コスト的にね、こんなこと言うとあれだけど、カットされてる感ありますよね。こことかね、塗装しっかりと、初号機こう、まあ、多分こうグレーの塗装がね別でちゃんとこう内側も塗られてるんで、光の漏れが、ないんだと思います。2号機でやるとやっぱ漏れちゃうんで、そことかはまあパーツ変えたらね、これとこれパーツ変えたら多分ね、光漏れないと思うんですけど、ちょっとそのあたりとかも気になる人は気になるんじゃないかな。うん、ここが光っちゃうよね。まあ中光ってても別におかしくはないんですけど、ヘッドライトだけ個人的に光ってほしかったなといった感じです。さあ、それではちょっとねこれ置いといて、戻してね、はい、めちゃめちゃ先頭車でお話長くなっちゃいましたが、とりあえず先頭車はねこれで準備がバッチリです。さあ、それでは、ね、中間車、後備車をね順番に見ていきましょうね。ではでは続いて中間車参りますね。こちらももうラッピングの質はね、今ここから見えてる感じでも先頭車とね、まあもちろん同じような感じになってますね。よし、さあそれでは参りましょうかと。
はい、中間車ですが、これとね、まあ、全体はこうなっておりまして、あのですね、中間車に関しては、この屋根の部分のね、塗装というかラッピングがね、ちゃんとね、ここのラインとここの質感がね、変えられてるわけなんですよ。ここね、このラインのところはこうザラザラで、ここツルツルなんですよね。先頭車は全部ザラザラなんですけど、まあこれね、作り方でやっぱここもいろいろ変わってくると思うんですけど、こういう感じがまあ先頭車に欲しかったかなって僕思いますね。でまあデザイン的なとこで言うと、まあ前後ね連結部分はもう真っ白でこうなってて、で側面ですね、はい、こちら側はこのようなデザイン。もうちょっといきなり初号機と比べてみますが、結構ねデザイン的にはなんか似たようなところがあるかもしれませんね。まあこう並べてみるとこんな形になっております。でこちらね2号機もちょっと側面はちょっとこうザラザラといった感じなのかな、この塗装の感じがね。ねまあでもどっちのデザインが皆さんね好みですかね、中間車の場合はね。で反対側も行くと、はい、こうなっておりまして、まあまあデザインは一緒ですね、反対の面でね。で屋根の部分ですが、はい、こんな感じになっております。まあ型は一緒ですね、パンダグラフのね形とかもね全くね同じものになっております。まあまあまあでも、どっちが好みでしょうね、これもね。初号機の方が好きかな新しいの買っといてね言うのもあるんですけどね、皆さんどちらがお好みでしょうかね。ちょっと後で連結してね統一感を見るのも楽しいですね。ということでね、2つ目こちら中間車でした。では続いて後部車の方も行ってみましょうね。ではでは行きましょうか。よいしょ。後部車もまあ基本的にも先頭車とね同じようなデザインだとね思いますが、さあさあそれでは参りたいと思います。しますよ。よいしょっと。さあさあそれでね見ていきましょう。はい、後部車はねこんな形になっております。まあほんとデザインはもう先頭車と同じですね。で塗装のこのラッピングの質感ももう先頭車と同じかなと思いますね。屋根の部分もね上から見るとねこうなってまして、でまあ運転席周りはこちらもクリアパーツになってますね。ここの部分がなんかちょっと内側これグレーに塗られてるんで、なんでしょうね、テコロジーをつけて息子とかやってたんですけど、その改造はできるのかな、ちょっと今テコロジー手元にないんでねわかんないですけど、パーツとか変えたらまあできそうな感じはしますね。まあ、構造は基本的には変わってないかなと思います。でまあね一応ね、はい、初号機のねこうちょっとね並べてみるとねこんな感じのデザインになってますね。さあさあこれもねまあまあ先頭車と同じなんで聞くのもあれなんですけどね、どちらがねお好みでしょうか。あ、ちなみにね先頭車とねちゃんとこう並べてみるとこんな感じです。もうほんとデザインはね全くね同じものになっておりますね。ということでね、こちらがラストね後部車でしたが、まあ言ってもかっこいいですね。はいまあこんな感じになっておりました。さあさあさあそれではと、全部で揃いましたので、さあさあそれではちょっとね走行ね楽しんでいきたいと思いますが、まずは3両編成しましょうね。言っても今回のね主役はこの02 2号機なので、よいしょ、こちらまでね3両編成にしてみると、よいしょ、はい、こんな感じになります。一回ちょっと初号機置いといてはい、こんな感じね。まあまあ3両編ねつなげるとやっぱねこう存在感はすごいなと思います。これがね言ったら500系で言うと、7両編成だったっけね、それぐらいですよね、7両編成だと思うんですけど、そのちょっと編成を組んでぜひちょっと実際の山陽新幹線上をちょっと走ってほしいなとめちゃめちゃそう思っちゃったりしますね。いやーでもやっぱかっこいいですね、エヴァのこのラッピングで。よくこの500系とエヴァをラッピングでこうコラボしようって最初思いましたよね。すごいなと思います、これ思いついた人ね。で続きまして、初号機のね、これ皆さんねおなじみのね車体ですけどもね、並べていきましょう。はい、初号機2号機ともに並べてみるとこんな感じになります。いやとてもねもうお似合いでございますね、素晴らしい。もう皆さんのねもう好みとかめちゃめちゃ気になるんで、ぜひぜひどちらが好きか教えてください。さあそれではね続いてね、せっかく揃ったんで複製のレイアウトでね走行の方もね見ていきたいと思います。さあさあそれでは行きますか。外側に2号機で内側に初号機参りましょう。では新幹線ですがちょっとゆっくり見たいんで、低速標準速度で行きますね。出発進行。
さあでは一応せっかくなんでね、高速を行っときましょう。いいね、早いね。やっぱ新幹線は高速走行が似合いますね。うん、ていうか初号機と2号機さあ皆さんどちらがお好みでしょうか。いやーまあでもどっちも改めて見ると本当かっこいいんで、ぜひ皆さんのご意見お聞かせください。はい、ということで今回はですね、プラレールでね、またまた素晴らしい車両が登場してくれましたね。実際にはね走ってないね車両になってくるんですけども、今回はプラレールの500タイプエヴァ02 2号機バージョンですね。こちらがね登場したので見ていきましたけども、さあいかがだったでしょうか。いやもう何回も感想言うまでもないと思うんですけども、本当にめちゃ良かったですね。まあこう見て並べてみると、なんかさっきまで初号機って言ってたんですけど、なんか2号機もやっぱすごいかっこいいなと思っちゃうね。自分がなんかいててなんか選べないっていう感じです今ね、はい。正直どちらもねめちゃめちゃかっこいいんで、いやでも初号機はね山陽新幹線走ってたんですけども、まあ2号機はねまだ京都の鉄泊でしか、まあ、実際の車両のラッピングを見ることができないんで、まあ、もし気になる方はそちらをねちょっと見ていただくか、ね、できたらまた山陽新幹線ね走ってほしいかなと思います。こういったねもうラッピングって大人もそうなんですけども、やっぱ子供とかうちの息子とか特にもうめちゃめちゃ好きなので、今思うと初号機のラッピング乗せてあげれなかったあの時をめちゃめちゃ今悔やんでるんですけども、2号機とか出たら絶対乗せてあげたいと思いますんで、ちょっと JR さん高田富さんにこの気持ち届けばいいかなと思います。でまあねこちらね、まあ、限定的な商品になってくると思いますんで、もし気になる方はぜひこちらねお早めにねちょっと手にしておいてください。まあということでね、はい、今回はこの辺りにしていきたいと思います。おもチャンネルのタルでした。皆様のねチャンネル登録やコメント評価どんどんお待ちしますのでよろしくお願いします。あとツイッターやねインスタ、そして最近の話題の公式アカウントの方でね、そちら限定のね動画も配信してるんで、ぜひねお友達登録よろしくお願いします。では今回もね最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。またね他の動画でぜひお会いいたしましょう。ではね、ごきげんよう。さよなら。バイバイ。